もう22になるんですけど、はい、周りの友達がね、就活を始めてるんですよ。あ、始めてるね。俺もちょっとやってみたいなと思って。就職活動。就職活動。ちなみに就職するのはどこに就職したいの？トヨタでしょ。トヨタ？トヨタ。お前世界のトヨタだよ。世界のトヨタだけどね。お前なんかが入れねえよ。せっかくね、うん、面接行くならさ、トヨタくらいがいいかなと思って。確かにね。うん、でもね、やっぱね、就職したいならまずは職場訪問が大事じゃない？任せて、職場。実際にトヨタに行かなきゃいけない。はいはい。ガラガラガラ。いや、トヨタだぞお前。トヨタシャッキドじゃねえんだよ。キドじゃない。そうだよ。ガラガラガラ。いや、トヨタだぞお前。トヨタシャッターで開かねえんだよ。違うよ。そうだよ。あ、まあ、ラストの方がトヨタだぞお前。トヨタ呪文で開かねえんだ。何で開くの？自動ドアだから。自動ドアね。そうそうそう。ウィーン。そうそうそう。あー、緊張してきた。緊張してきた。やばい、トイレ行きたい、トイレ行きたい。じゃあ今のうちに行っとけよ。行ってくるね。よいしょっと。じゃあ早くしろよお前。ちょ待って、もうちょっと始まるから。ベンツーがさ、トヨタだぞお前。トヨタでベンツとか言うなよお前。あ、違う、あのベンツー。いや、だからトヨタだぞ、ベンツって言うなよ。ベンツ、ベンツって言うなよ、トヨタの。ごめん、絶対受かんねえからベンツとか言ったら。いやけど俺面接はちゃんとやるから。面接ちゃんとやる。面接はちゃんとやる。じゃあちょっと面接会やるからちょっと練習してみよう。わかった。じゃあ次の方どうぞ。失礼します。ガチャ。トヨタだぞお前。トヨタドアノブ外れねえんだよ。外れねえ、外れねえよ。そう、トヨタの道のドアノブ頑丈なんだよ。失礼します。じゃあ座ってください。失礼します。よいしょ。トヨタだぞお前。なんでバランスボールなんだよトヨタ。何何。トヨタの椅子はもうふかふかですぎ、キャスターとかついてて上下左右動かせる便利な椅子なんだよ。へえ。へえじゃねえよ。なんでそこへえなんだよ。じゃあもう君、じゃあ名前は？本田です。トヨタだぞお前。トヨタで本田って名前まずいだろ。厳しいね。絶対受かんねえよ。マジで？マジだよ。そうなの？そうだよ。じゃあ君なんか志望動機とかある？あのですね、もっとトヨタのことを世界に知ってほしくてトヨタに入りました。あ、そうなんだ。はい。ってことは君もトヨタになりたいわけだね。はい。君もトヨタになりたいんだよね。そうっす。そうだね。そうっす。あ、いいね、いいね。はい、トヨタになりたい。そういうのもっとどんどん出していこうよ。で、実は僕今日 CM 考えてた。あ、CM 考えてたの。はい、ちょっと見せてよ、じゃあそれ。いくよ、けんちゃん。コロコロコロ。あ、ボールが、あ、ボールが。けんちゃん、道路に行ったら危ないよ。大丈夫だよ、ママ。キキーダーン。子供を引いても大丈夫。トヨタ自動車。イメージ悪すぎだろ、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。